昨夜大規模な海底地震のあったのがここ3166付近だ。ポイント3166というと、以前からよく異常現象が起こっているところじゃないですか。そうなんだ。以前から船員たちの間でいろいろと、無人島なのに怪しい光が見えるとか、妙な音が聞こえるとか。島は沈んだんだな。でも調べた方がいいんだな。気持ち悪いもんな。そういうことだ。すぐ出動して3166付近を調査してみてくれ。はい。昨夜の海底地震の時、海がすっごく光ったらしいぞ。海がそんなに光ったなんて、きっと美しかったでしょうね、光りたい。ああ、そうだね。でもよ、それは発光バクテリアが異常発生したんだよ、きっと。もう、ムードないわね、丸めたいんたら。こわこわこわ、見ろ、動くホテルだぜ。あんな船で世界一周してみたいや。ポイント3166に到着したぞ。こちらマドック号、ポイント3166上空を旋回中です。海面に異常はありません、キャップ。海底を調べるんだ。はい。気をつけるんだな。静かだ。魚が一匹もいないぞ。そうか。あ、今入った情報だが、サフラン丸が昨夜その付近で妙な鳥を捕まえたそうだ。サフラン丸？世界一周を続けている超豪華船だ。今横浜へ向かっているそうだ。その妙な鳥を調べてみてくれ。わかりました。さっきの船だぜ。よし行くぞ、捕まったよ。その鳥はどこに？戦争です。戦争？ええ、変な鳥なのでみんなが気味悪がるものですから。ここです。これです。ん？ブリッジの窓にぶつかったんですよ。もうダメかな、これは。やめて。お、確かに奇妙な鳥だ。おう、かわいそうに。目を開けたわ。ほら見て、このままにしておいたらこの鳥死ぬわ。連れて帰りましょう。ああ、それだったら本船にドクターがいますよ。本当？ええ、最近はペットを連れて乗船するお客様が多いものですからね。入りたまえ。船長、科学警備隊の光隊員と娘隊員です。ああ、よろしく。どうも妙な鳥なので気持ち悪くて科学警備隊に連絡したんです。ドクター、助からないでしょうか、この鳥。さあ、なんとか助けてください。大丈夫よ、心配しなくていいのよ。まあよろしい、やってみましょう。よかった、よろしくお願いします。お願いします。できるだけのことはやってみましょう。まあそれにしても珍しい鳥だ。
少し調べてみるかな。助かるかもしれんな。ご苦労さん。ご苦労さんだな。海水を採取してきました。分析します。うん、そうしてくれ。これが例の鳥です。弱ってきたな。似てるけどみんな違うんだな。うん、こんな鳥じゃないな。ええ、あ、これも違うな。違うわ。ダメか。なんとか助けてください。お願いします。そうだ、電気ショックを与えてみよう。電圧を上げてみるか。これはムアよ。でももういない鳥よ。なんか感じが似てるんだな。おっと、海水に異常はなかった。止めたい、あれですよ。モアじゃないか。でもこれはカモメより小さいし翼があるな。でも漢字が似ていると思いませんか。モアが生きていくために翼が生えて全体に小さくなったかもな。そんなバカな、モアはとっくに絶滅したはずだ。もし生きてたとしたら大変なんだな、こら。よし、光隊員、キャップに報告しろ。はい。大変だ。お、どうしたんです。お、これは どうしたんです。わからん、突然大きくなったんだ。早く船長に。え、あの鳥が大きくなった。そうなんです、ぐんぐん大きくなっているんです。すぐ来てください。今メディカルルームに閉じ込めてあります。すぐそちらへ行きます。緊急発進だ。はい、はい、命を救おうとした人間の善意が皮肉にもこの鳥を巨大化させてしまったのだ。モアだったのかな、やっぱり。でっかくなったんだから、キングモアだ。キャップ、これはピンは言ってたように、モアは小さい鳥になって、あのポイント3166の謎の島で生き続けていたのかもしれませんね。あの海域の異常現象はモアと何か関係があったのかもしれん。絶滅したと言われているモアは生き続けるために形を変えて謎の島で生息していたのだろうか。
レントゲンの照射や電気ショックのために先祖返りをしてしまったんじゃないでしょうか。うん。そして先祖のモアよりも大きな怪鳥になってしまったというわけか。かわいそうに、あのトレに罪はないんだわ。キャップ、船らしきものに正体不明の物体が接近中です。何？位置はポイント3189、30万トンクラスの船です。キャップ、30万トンクラスか。タンカーだな。キャップ、タンカーが襲われたら大変なことになりますよ。止め隊員、ポイント3189に急行だ。はい。じゃ攻撃できないな。何か探してるみたい。さっきのタンカーに医者がいるだろう。むつみ隊員をタンカーに預けて鳥を追跡しよう。はい。
秋山だ。場所は位置はどこだ。わかりません。岩の上です。モアの狙っていたのは私。通信機のスイッチを入れておくんだ。電波をたどって位置を突き止める。巻き込まれると危険だ。少し離れよう。はい。この鳥に罪のないことをウルトラマンも知っていた。哀れな巨大怪鳥を救うただ一つの方法、それはこんな時以外決して使ってはならないリトル光線が、それだ。小さくなったモアは新しい安息の地を求めて力いっぱい羽ばたきながら遠い海の彼方へ飛び立っていった。光隊員のお仕留めはこの辺なんだな。そうです。私を助けようとして。あいつは水泳も得意なんだから大丈夫だよ。イルカみたいなやつだから。もう一度呼んでみろ。光隊員。ダメです、キャップ。こちら光隊員。光隊員、どこにいるの。
今ヨットの上さ、ヨットに助けられたんだ。ヒカル隊員、位置は、位置はどこ？ヨットの位置はポイントゼロ。あそこだ。あの野郎、人が心配してんのに。いいですよ、海は。砂漠にしてはいけない、乾いた心に夢は湧かない。僕らが胸に飾る勲章は愛と夢と男の大群が襲う。砂嵐が荒れる。アフリカの砂漠でウルトラマンと昆虫怪獣が激突する。次回ザ・ウルトラマン、ベータミーが消えた、昆虫獣バダン登場。